こんにちは、ケイドラです。今回のニュースの内容がそこまで多くなかったんですけども、まずパナエさんですね、復帰おめでとうございます。いろいろ何かされてたみたいなんですけども、昨日の公式動画で復活されまして、今日のニュースも担当しておりました。もしかしたらフラパとかでもね MC される可能性があるんで、今後ねモンスト盛り上げていってほしいなと思います。他にはインドラの重心化だったり、一部キャラクターの情報修正、新超絶怪の除化ですね、主にそれだけだったので、今回は情報修正をねしっかり紹介していこうかなと思います。情報修正されたキャラクターは公認キャラ含め30体いました。結構多かったので1体ずつ見ていこうかなと思います。まずはこちらミケランジェロの進化ですね。アビリティに超レーザーストップが追加されまして、友情コンボ貫通ロックオン衝撃波6だったのが超強貫通毒ロックオン衝撃波6に変わりました。で、ステータスもね、スピードアップという風になってるんですけども、それでもね、パワー型なので、スピードは結構遅めかなと思います。普通の降臨キャラに超レーザーストップついたことが評価できるポイントかなと思います。神化も変わりまして、幻獣キラーが追加されました。そして友情コンボ変更されまして、特にサブ友情ですね。ワンウェイレーザー M だったものがグロースフィアに変わりました。ステータスの攻撃力とスピードもアップしております。で、友情コンボグロースフィアの方なんですけども、トレンド場の火力は6550でございました。やっぱりね、パワー型の神化のサブ友情っていうところなので、威力はね、22000とちょっと低めなんですけど、まあ元を考えればね、ちゃんと強くなってるんで、強化はされてるんですけど、まあ使うかどうかって言われたら多分使わないですよね。はい。まあそんな性能でございます。次、宇宙人グレイ見ていきましょう。友情コンボが超強貫通拡散弾 EL5 に変わりまして、ステータスの HP と攻撃力がアップしております。そこまで言うことはないですね。で、神化なんですけども、友情コンボ両方とも変更されまして、拡散弾がサイドダブルエナジーサークル L、サブ友情の拡散弾 L2 がウォールボムに変わりました。まあ、これは結構大きな変化ですね。パワー型とは言っても、ウォールボムは結構強力なんでね、強化されました。で、ステータスの攻撃力とスピードもアップしております。このキャラもさっきのミケランジェロ同様に、パワー型っていうところと、まあ、ターンアビなんですよね。アンチ磁力バリアしかないんで、まあ、結局は使わないかなと思います。次、牛魔王ですね。アビリティに状態上回復が追加されました。友情コンボ超強貫通ホーミング8が超絶ホーミング6に変わりまして、ステータスの攻撃力もアップしております。状態上回復ついたことはね、結構評価できるんじゃないかなと思います。闇属性のワープワークの降臨キャラの中だったらね、初めての状態上回復でございます。神化なんですけども、リジェネ追加されまして、友情コンボ両方とも変更されております。トライアングルボムとオートジャベリンですね。いや、なんか、すごいものついたなっていう感じなんですけども、まあ、最近の流行りを詰め込んだっていう感じはします。こちらもね、パワー型で反射タイプなので、まあ、使う機会は少ないかなとは思うんですけども、まあ、元よりかは強くなっております。で、ステータスも攻撃力とスピードアップしております。次、スキュラですね。友情コンボが超絶爆発に変わりまして、攻撃力がアップしております。で、神化の友情コンボなんですけども、ツインダンクレーザー EL、そしてインボルトスフィアに変わりました。なんかね、現状強い友情コンボめちゃめちゃパワー型の降臨キャラに今回詰め込まれましたね。まあ、パワー型のサブ友情なので、まあ、威力は低いんですけども、元よりかは少し強化されております。で、ステータスの攻撃力もアップしましたよというところですね。ようやくガチャキャラなんですけども、まずはじめに今回の情報修正によって、ベースで4つのアビリティをもらっております。まあそういうキャラがね、今回たくさんいるんですけども。まず1体目ですね。ダルテなんですけども、超レーザーストップと SS ターンチャージが追加されました。友情コンボも両方ともね、今の時代に合わせて強くなりまして、3方向追従型貫通弾と超強拡大爆破弾に変わりましたね。まあ超レーザーストップついたこともいいですし、まあ、友情コンボ強化されたので、まあ使い道は少し増えるかなという感じはしますね。次、ベルフェゴール見ていきましょう。結構変わりまして、もともとね、ゲージで属性キラーだったんですけども、ベースに変わりました。そして、ゲージがアンチ魔法陣追加ですね。まあ、これによって新たな活躍の幅が見られるかなと思います。で、ゲージショットの成功範囲の拡大と、友情コンボがツインワンウェイレーザー EL、で、サブ友情が超絶ホーミング12に変わりました。結構強くなりましたね。貴属性のワープ魔法陣で言うと、まあ、そこそこいるところなんですけども、エリミネーターと被ってるところなんですよね。なので、もし接待が入ったらなかなか強いキャラなんじゃないかなと思います。まあ、友情コンボにしっかりキャラも乗ってきますし、超バランス型にできるキャラなので、今後化ける可能性は全然あるんじゃないかなと思いました。今回の情報修正の中でも結構強い枠かなと思います。次は、卑弥呼ですね。
アンチ魔法陣追加、毒キラーが追加されました。友情コンボとか SS は変わってないんですけども、毒キラーついたことと魔法陣追加されたことは結構ね大きな変化なんじゃないかなと思います。現状非属性のダメオ魔法陣の枠はねそこまで活躍してるクエストがないんですけどね、まあ、スキッティとかプロメディウス見ればわかるんですけども、こちらもね今後の接待が期待できるキャラかなと思うんですけど、毒キラー追加されたことによって、まあ、火力幅が結構大幅に変わるんで期待したいなと思ってます。ただ現状ね非属性のキラー枠はねバサラっていうヤバいキャラが出てきたので、まあ、優先して使われるかどうかはわからないんですけども、ダメージオールと魔法陣のクエストが出てきたらね一強レベルで強くなりましたね。次ドンキホーテでございます。結構こちらも変わりまして、ゲージの状態異常回復がベースに変わって友情ブースト M が追加されました。そしてゲージでアンチブロックも追加ですね。なのでトリプルアンチに変わりましたね。で他にはゲージショットの成功範囲の拡大と不素役ショットの威力もアップしております。もともと12プラス12ターンだったんですけども、8プラス20ターンに変わりまして、まあ、特に2段階目とかね、威力期待できるんじゃないかなと思っております。まあ、トリプルアンチに変わったことは結構大きいかなと思ってるんですけど、まあ、組み合わせとしては、麻酔飛行ブロック枠ですね。こちらだったり、ダメオブロックもできるようになったので、汎用性はね、上がったんじゃないかなと思います。友情ブースト M ももらったので、友情コンボ単純に火力2倍に変わりましたね。結構ね強化されたかなと思います。次はショコラ見ていきましょう。ゲージでアンチ減速壁が追加されましたね。で友情コンボが超強拡大貫通ロックオンに変わりまして、全敵落雷も全敵超落雷に変わりました。で友情コンボ ×2 持ってるんで2発分出せるんですよね。まあそれが結構強力かなと思いますし、トリプルアンチに変わったのでこちらもね活躍の幅増えるんじゃないかなと思います。それぞれの枠にはね結構強キャラが揃ってるんですけども、工場キャラでねその枠に入ってこれたのはでかいかなと思います。次アリババですね。アビリティに回復が追加されまして、サブ友情がダブルエナジーサークル L に変わりました。以上です。次カンウ見ていきましょう。カンウなんですけども、ゲージでアンチ減速壁が追加されまして、底力が底力 M に変わりました。友情コンボも超絶爆発に変わりまして、 SS ターンも16プラス8ターンだったのが12プラス8ターンに変更されました。12ターンから打てるようになったのは結構早いですよね。あと減速壁追加されたので活躍する範囲は増えるかなと思います。現状水属性の反射枠はこれだけしかいないところですね。次降臨枠なんですけども、風魔小太郎ですね。見ていきましょう。ゲージでアンチブロックが追加されました。これは結構強力ですよね。そして友情コンボも超強貫通ホーミング12に変わりましたね。降臨枠でトリプルアンチっていうのはなかなか珍しいかなと思うんですけども、重力ダメブロック持ってるキャラなんてそうそういないんで、なんかやたらと強化されましたね。神化も強化されまして、アビリティに回復が追加されました。友情コンボも超強貫通ホーミング12に変わりまして、 HP もアップしております。やっぱり進化の上げ幅がかなり大きかったので、これは結構評価していいんじゃないかなと思います。アジン族ですしね、なかなか便利屋さんになるんじゃないかなと思います。次アヌビス見ていきましょう。魔法陣ブーストが追加されました。で友情コンボが超強貫通ホーミング18に変わりまして、ステータスも調整されました。 HP と攻撃力アップですね。はい、まあ、全体的にバランスは良くなったんじゃないかなと思います。魔法陣ブーストによって火力アップもできますし、なかなかいい強化なんじゃないかなと思います。現状のアビリティ被ってるキャラはこんだけしかいないんですよね。現状入手できるガチャキャラは1体だけなので、もっと評価されるんじゃないかなと思います。次サラマンダー見ていきましょう。アンチウィンドウが超アンチウィンドウに変わりまして、ゲージの魔王キラー M がベースに変わりまして、魔王キラー L に変わりました。サビュージョのフレームも超強フレームに変わりましたというところで、割と順当強化されたっていう感じはします。次は如意棒ですね。アビリティにアンチ重力バリアが追加されました。サビュージョの超強爆発も超絶爆発に変化しましたね。はい。まあ、この追加は結構大きいんじゃないかなと思うんですけども、光属性の重力ブロックで言うとやっぱりイデアですよね。イデアにおいてレベル解放をしていれば、弱点パネルを踏まなくてもルーチを倒せるようになりました。これは結構大きな変化だと思うんで、今回の目玉キャラの一体かなっていうふうに思います。次、メイちゃん見ていきましょう。レーザーストップが超レーザーストップに変わりまして、ゲージにバイタルキラーが追加されました。兼用キラー M が乗らないクエストでも使いやすくなりました。次、聖王墓見ていきましょう。結構こちらも強くなったんですけども、アンチダメージオールが超アンチダメージオールに変わりましたね。そして回復が回復 M に変わりました。友情コンボも両方とも強くなりまして、エナジーサークル L がサイドダブルエナジーサークル L、超強貫通ホーミング12が18に変わりました。いや、これ結構強くないですか？
ちょっとびっくりしたんですけど、超 AGB と超ダメージオールですよ。両方ともギミック出るクエストではめちゃめちゃ火力上がりますし、友情コンボ両方ともこのキャラ貴族性なんですよね。なので超バランス型の恩恵もあると思いますし、なかなか強化されたんじゃないかなと思います。やっぱりオリエンタルトラベラーズ最近強化の波が来てるんですかね。次はシトリンですね。アビリティにアンチウィンドウが追加されたのと SS 弾短縮が追加されました。他は特に変更がないですね。でこの SS なんですけども、ナユタと同じものですね。味方のみを動かすんですけども、なかなか強いので、それが短縮によって打てるようになったのはね、評価できるんじゃないかなと思います。またまたオリエンタルトラベラーズからテンペストですね。重力バリアキラーが M に変わりまして、超レーザーストップが追加されました。重力バリアキラー M はなかなか強いですよね。でしかも超バランス型にできるっていう点もあるんで、本当にギミックが噛み合ってきたらかなりの殴りお化けに変わりました。超レーザーストップの追加も地味に大きいですよね。次ミネルバさん見ていきましょう。回復 M が追加されまして、友情コンボ超強中距離拡散弾級に変わりました。でサブ友情も超強キラーに変わったので、割と順当強化されたかなっていう印象でございます。個人的にはあまり使ったことがないんですけど、まあ、回復 M の追加はなかなか大きいんじゃないかなと思います。で次なんですけども、対抗棒アルファですね。アンチウィンドウが追加されました。でサブ友情のラウンドフラッシュが超強ラウンドフラッシュに変わりましたね。今の時代にちゃんと追いついてきたんですけども、カウンターキラー L が乗ってくる超強ラウンドフラッシュはね、かなりロマンがあるんで、最近使ってなかった方多いと思うんですけど、もう一回ロマンを味わってみるのはいかがでしょうか。次は周遊ですね。アンチ減速壁が追加されまして、友情コンボのクロスウェーブが超強クロスウェーブに変わりました。もともと超アンチワープだけしかなかったので、強化されてありがたいですね。現状水属性のワープ減速壁の枠でいうとこんだけいるんですけども、明日降臨するカイルともね、被ってるんですよね。今後活躍する可能性はあるかなと思います。次陽気比なんですけども、貴族性耐性が追加。サブ以上の超強爆発が超絶爆発に変わりました。それ以外の変更は特になかった感じですね。もともと結構強いキャラなので、そこまで強化されなかったかなと思います。これが最後の重心化キャラなんですけども、芝生を見ていきましょう。レーザーストップが超レーザーストップに変わりまして、ゲージで連撃キラーが追加されました。いやこれは結構強いんじゃないかなと思いますね。なぜかっていうと、この SS が8段から打てる種族キラーなんですけども、キラー倍率が2倍だったんですよね。まあ、そこからキラー乗ってきますし、特に2段階目だと、種族キラー2倍かける自強化 1.5 倍入るんで、その上に連撃キラーが乗ってくるって考えると、なかなか殴りお化けになるんじゃないかなと思います。超バランス型も解放できるんで、この連撃キラー追加によって結構な火力アタッカーになったんじゃないかなと思います。今回の情報修正の中でも結構注目しています。最後バルキリー見ていきましょう。レーザーストップ追加されまして、コネクトスキルの弱点キラーが弱点キラー M に変わりました。コネクトスキルの条件も追加されまして、または合計 HP が10万5000以上ですね。こちらによって組みやすくなったかなと思います。弱点キラー M に関してはめちゃめちゃ強いですし、友情コンボにもキラーが乗ってくるんで、このキャラもなかなか強化されたんじゃないかなと思います。まあそんな感じで見ていったんですけども、まあ、結構個人的に注目しているキャラはベルフェゴールですかね。やっぱりベースで水属性キラーついたことによって、友情コンボにもキラー乗ってきますし、でその友情コンボもしっかり強化されてるんで、元を考えたらかなり強化されたんじゃないかなと思います。で超バランス型にもできるキャラですから、まあ、今後魔法陣とワープのクエストが出た時に大活躍できる性能なので、ちょっとこれから注目していきたいなというふうに思ってます。降臨枠だとやっぱり風魔小太郎ですね。アンチブロック追加によってトリプルアンチに変わりましたし、割とクエストの出現頻度で言うと多いものなので、運極作る価値はね、増えたんじゃないかなと思います。アジン族っていう点もいいですからね、注目したいキャラでございます。で次はセオーボですね。超アンチダメージオールド超 AGB 持ってるんで、ちゃんとこのギミックが出るクエストではめちゃめちゃ火力アップできますし、友情コンボも両方とも貴族性なので、超バランス型の恩恵もあるし、しっかり強化されたところがいいかなと思います。他には如意棒ですかね。超パワー型つけてあげればね、減速率も変わりますし、重力バリアついたことによってイリアでも使えるようになったので、この1個のアンチアビリティ追加がなかなか評価を変えるんじゃないかなと思ってます。トリプルアンチに変わりましたし、しっかり爆発も持ってるんで、使いやすいパワー型かなというふうに思います。最後はやっぱり芝生ですかね。まあ先ほども話したんですけども、電撃キラー追加によって殴り火力がね、非常に高くなりましたし、まあ低単で精通ってるんで、このキラーを活かすことができるんですよね。まあやっぱりイケメンキャラはね、強くあってほしいなというふうに思っていたんで、
強化されて個人的にはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで見ていったんですけども、よかったらね、皆さんの注目キャラクターもコメント欄にて教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。